この茶葉も見事なものだったよ。貴族にふさわしい一品だった。いや、この茶菓子こそ見事な品だった。よく取り揃えられたものだ。しかし何より称賛すべきはこの品を用意できた君の貴族としての資質だな。そこまで言ってくれるか、ローレンツ。だがこれほどの紅茶を供応されては君の素質こそを褒めそやさねばなるまい。嬉しいことを言ってくれるではないか、フェルディナント君。君のような真の貴族にかける言葉としては陳腐なものさ。いやいや、君のような真の貴族が口にすればその陳腐さもかき消えるさ。これはこれは真の貴族様方、お二人が揃うと眩しさは倍以上でございますね。コンスタンツェさんか。おや、調子が悪いのかね。君も紅茶をどうかと思ったのだが。いいえ、私めにそのようなご配慮などなさらずとも大丈夫です、ローレンツ様。そうか、ならば無理には進めないが、気が変わったら言ってくれ。あ、うん。そういえば以前から気になっていたことがあるのですが、お二方にお伺いしてもよろしいでしょうか。かなり難解な疑問になります。おお、何でも聞いてくれたまえ。僕たちならばきっと答えられるだろう。そうだな、我ら真の貴族たちに答えられぬ疑問などそうそうないさ。では失礼してお尋ねします。あなた様方は互いを貴族にふさわしいと褒め合っていらっしゃいますが、実際にどちらの方がより貴族にふさわしくおられるのでしょうか。どちらの方が、あ、いや、貴族にふさわしいということは比べるような指標ではないのだ。しかしお二方はいつも比べて話しておられるではありませんか。このものよりはあのものの方が貴族にふさわしい、いや、そのものがなどと。うん、それはそうかもしれないが。待ちたまえ。仮に比べたとしても僕らは共に十分に貴族にふさわしいと自負している。そこに差はないのだ。真の貴族とはそういうものなのだよ。わずかな差にはあえて目をつむり、勝ち負けを曖昧にしておくのが真の貴族なのですね。なるほど、あなた様方の答えがそのようであれば私は比べてほしいとは思いません。どうぞ貴族の頂きの座にお二方で仲良くお座りになっていてください。待ちたまえ。それではまるで我々が敗北を恐れ勝負を避けているかのようではないか。君はまさか私たちが一つの椅子に無理やり二人で座っていると言っているのかね。いえ、とんでもないことです。お二方とも貴族にふさわしい素晴らしい方でございます。よかろう。そうまで言われて引き下がっては貴族の名折れ。なあ、その通りだ。どちらが貴族としてより上かはっきりさせようではないか。なんと素晴らしい決断でございましょう。さすがは真の貴族様方ですわ。本気で？本気だと。ちょうどいい。君に判断してもらおうではないか。ああ、そうだな。何をもって上とするかも君に決めてもらうとしよう。あった。と言っても俺が分かるのなんて戦いについてだけだぞ。明確な指標があるわけではないのだ。それで構わないとも。
なら、そうだな。今度やる軍の演習の結果とか？白黒つけやすそうだし。ふん。領主ともなれば、兵を指揮するのは当然のこと。その器を測ろうということか。それに、己の武力も確かめられる。自分の身を守れてこその貴族だ。じゃあ、そういうことで、エーデルガルトに一応言っとくからな。まあ、私の千なき一言がこのような戦いを生み出してしまうなんて。これは真の貴族を決める戦い、まさに頂上決戦。勝者こそが真の貴族にふさわしい貴族の中の貴族となるでしょう。コンスタンツ、それ以上煽らないでくれないか。これより帝国軍の演習を開始する。帝国までに全ての敵を撤退させるのだ。何やらくだらない争いをしていると聞きましたのでな。潰しに参りました。ハッピー、なぜあなたまで参戦しておりますの？いや、なんかヒューに呼ばれて。まあ楽しければいいじゃん。邪魔をしに来るとは。君という男はいつもいつも練習に邪魔をしているのは貴殿なのに、私は粛々と役目を果たしているだけですね。よし、情けはかけられぬ。これも戦いだ。やられちゃった。別に咎めてませんよ。私も混ぜてもらおうと思っただけです。まあ不問にしておきましょう。私も存外楽しめましたので。少し休んだろ。お前らの負けだ。刮目なさい。はっ、やっ、えい、はっ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 、せい、た、やっと、え、せい、てい、はっ、死にたくない、えい、はっ、た、はっ、はっ、た、た、は、ほっ、ふっ、た、や、え、ご覧あそばせ。そういえば結局勝負はどうなったし。コニー勝ってるといいね。なかなか楽しい軍事演習でしたわね。さあ、結果発表の時間と参りましょうか。ああ、頼んだぞ。もったいぶる必要は何もない。そうだな。まあ、結果がどうあれ、僕の貴族としての誇りは欠片も揺るぎはしないが。わかった。ならさっさとやっちまうか。集計した結果は、フェルディナントの勝ちだ。さすがだな。見たか、これが真の貴族の力。フェルディナント・フォン・エーギルの生き様なのだよ。負けたよ、フェルディナント君。
悔しいが認めざるを得ないだろう。重圧のかかる場で見事に結果を示した君こそが真の貴族であると。ええ、その通りですわ。日頃の言動が見えっぱりでないことを証明しましたわね。さて、そうと結果が出たのならば、君の勝利を祝して茶会を開こうではないか。それはいい考えですわね。なんなら私の魔法で紅茶を輝かせて。待ちたまえ、コンスタンツェ。今日はその魔法は控えておかないか。大規模な軍事演習の直後だ。もう寝ている者も多いだろう。紅茶を輝かせようとして光が溢れることでもあれば、皆の迷惑になってしまう。それはそうですわね。仕方ありませんわ。ならば紅茶はお二人に任せますわよ。私は談話術で盛り上げてみせますわ。うん、任せてくれたまえ。最高の紅茶を用意しよう。名門グロスタール家御用達のね。はあ、ならば私はそれにふさわしい茶菓子を馳走しよう。フェルディナント・フォン・エーギルお手製の一品をな。まことに楽しみですわね。寝てるやつも多いから迷惑って話したばっかじゃないか。この3人を一箇所に集めたらダメな気がするな。